FC 鳥取リポーターの愛です。今回はビーチを思いっきり楽しむイベントをリポートします。海とつながろう。境港市の新谷町海岸で行われたビーチフェスタ、その名の通り広いビーチに楽しい企画が用意され、来場者を楽しませるお祭りです。ちっちゃい頃から慣れ親しんだビーチなんですが、今実際活用が少ないと、子どもたちにも楽しい思い出を作ってもらいたいという思いを持ちまして、このイベントを開催しました。この日はあいにくの天候でしたが、地元アイドルのステージやアトラクションなどで盛り上がるビーチ、元気な声が響きます。投げます。イエーイビーチフェスタは、地域にある資源を見つめ直し、魅力を再発信しようと、地元の青年会議所のメンバーによって開催されました。ビーチに花を咲かせましょうと題し、キイチゴの苗を植える企画もあり、ここには地域の海を盛り上げたいという思いがあるようです。景観を良くするというところでですね、子どもたちがまたこのビーチに来たいと思わせるにはどうしたらいいかっていうところで、また実った時に、子どもたちが来るかなというふうに思いまして、友達が友達を呼んでですね、みんなでワイワイキイチゴ食べながら、地元の良さを体感してもらいたいなと思います。ビーチを駆け回り、ビーチを満喫する、この環境に感謝し、みんなの手で盛り上げる素敵なイベントです。キイチゴの花でいっぱいになったビーチには、たくさんの笑顔も咲くことでしょう。海と日本プロジェクト公式サイトでは、さまざまな情報を配信中です。